こんにちは、たまおです。今日のジャンク品はこちらです。ソニーのワイヤレスイヤホン WF-1000XM3、 水没させてしまったということで全く使えないみたいです。早速開封していきます。イヤホンと充電器が入っています。残りはタイプ C ケーブルと説明書みたいです。イヤホンをセットしてみます。電源を挿してみます。ケーブルを挿してもランプは一切光りません。水没してるみたいなのでダメみたいです。分解して点検していきます。はい、取れました。裏側が基板になってるみたいです。外していきます。基板を点検していきます。この辺りが少し腐食していますね。おそらく電源 IC だと思うんですけれど、電源を挿したら 5V 0A で電流が流れていません。測定していきます。 5V 入っています。こちらも 5V です。でこちらも 5V ですね。で次に、こちらも 5V です。IC には 5V 入っていて、出力側のコンデンサーには電圧が来ていません。ショートを点検します。このコンデンサーがショートしています。このコンデンサーもショートしています。こちらも軒並みショートしていますね。まずはこちらを清掃してみます。まだショートしてるみたいです。このコンデンサーがこちらのチップショートしてると思うので順番に外していきます。まだショートしています。お、チップを外したらものすごい腐食してました。こちら清掃します。一応清掃して今 3.4 オーブです。もしかしたらこのぐらいの抵抗かもしれません。ここをちょっと綺麗にしていきます。
0.01 アンペア流れるようになりました。5ボルト入っていて、4.1 ボルト流れています。ここは 2.3 ボルト。2.4 ボルト充電されています。復元していきますね。とりあえず仮付けです。USB を挿します。一応充電は始まったみたいです。ここのインジケーターの光がちょっと弱いんですけれど、ちょっと今回は修理できなそうです。このままにしようかと思います。しっかり充電させてみます。ソニーのハイブリッドイヤーピース M サイズに交換したいと思います。WF-1000XM3 接続されています。ノイズキャンセリングも有効になっていました。ということで、ソニーのワイヤレスイヤホン WF-1000XM3 無事に修理することができました。音をちょっと聞いてみたんですけれど、低音が強くて結構玉を好みな音でした。こちらの充電器のインジケーターがちょっと弱いんですけれど、こちらは今回我慢しようかなと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よかったなと思った方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。